ムナコブクワガタ族は、昆虫な昆虫目クワガタムシ科に属する分類群。かつて7種から8種ほどが知られていたが、ムナコブクワガタ以外の種がすべてサフリーナ族に再分類され、本族は現在ムナコブクワガタ一種だけを持つ、ヒトエガタ族となっている。体長は3センチメートルほどの小型クワガタムシ。英語では、ブラウンスタックビートルと呼ばれ、全体的に、 アンイイ色と褐色のブチ模様があり、これは乾燥時には茶色っぽく、湿度が高いと黒っぽくなり、特にこだて板においては変化が大きい。前胸聖板は広く角張って、頭部は極端に小さい。短いお顎は、オスの方がやや発達し、雌雄とも内側に黄色い毛が備え、内葉はやや外側に向かう。明瞭ではないものの、縁な、 シワバネクワガタ族やチリクワガタ族と同じく複眼がまぶチ突起に仕切れて四つ目の姿となり触覚の変常節は六本となる。幼虫は発酵の進んだ口器を好む傾向が強いが三例幼虫になると一定の場所に泊まって生活するようになる。多種に対し凶暴で原産地では同じ口器に住むラトレイユキンイロクワガタに襲いかかり殺すこともある。 独立されたサフリーナ族の発祥を含めて、オーストラリア東部クイーンズランド州、ニューサウスウェールズ州などに分布する。同じ生息地の金色クワガタ族や虹色クワガタに似たようなホームを持ち、金色クワガタ赤の仲間として広く認識されている。しかし、遺伝子分析によると、南アフリカの丸型クワガタ族や、南アメリカのシワバネクワガタ族と、 チリクワガタ族に近縁であり、クワガタムシ赤に再分類されて、ゴンドワナ大陸起源の祖先を持つことを示唆している。本族は、シワワネクワガタ族、オーストレイラグナサズ族、チリクワガタ族、サフリーナ族と共に、シラクワガタ族を構成する。2016年で新たに発見された3種を含めて、胸コブクワガタとの細部の違いにより、8種ともに、 サフリーナ族として独立されている。同時に、かつて記載された、リースサナタスホビアレイトスと、リースサナタスコスタタスはそれぞれ、カプレオロスミアマクワガタとグランディスムナコブクワガタの、シノニムとなる。AB、ライスサナタスマクレー、1819、バイリブ、2011年4月16日閲覧。ABC、ジーナスリースサナタス WS マクレー、 1819、オーストラリアンファネルディレクトリー、2011年4月16日、閲覧。ブラウン・スタック・ビートル、オーストラリアン・インセクツ、ハット・サング・イル・キム、ブライアン・ディ・ファネル、ファイロジェニー・オブ・ワールド・スタック・ビートルズ・レビールズ、A ・エガンデワナン・オリジン・オブ・ダーウィン・エス・スタック・ビートル、ハット・ CAM ・リード・ m ビトソンディビジョンオブザスタックビートルジーナスライスサナタスマクレイウィズディスクリプションズオブエーニュージーナスアンドスリーニュースピーシーズありがとうございます